お久しぶりです、店長です。じゃあ今日はですね、橋上岳の周辺で、まあ、キャンプができる公園、キャンプ場っていう名前じゃないんですけど、橋上町のホームページで確認したら、まあ、ちょっとキャンプができるようなんで、前から気になってる橋上岳の近くの2つの公園にちょっとまあ偵察っていうか、ね、今はキャンプはしませんけど、どういうところなのか偵察に行ってこようと思います。でね、今この海の海岸線沿いから行きますけど、まあ時間があればちょっと株島とか行ってね、ウミネコがどういう風になってるのかとかもちょっと見てみたいなと思っております。はい、で本日もね、よろしければ最後までよろしくお願いします。今通ってきたところはね、立花岸壁で、毎週日曜日に朝市が開催される場所ですね。僕もまあ2回くらいしか行ったことないですけどね、まあ、かなり人が出て賑わってる感じですね。最近はね、やっぱり雨の日が多くて、今日なんかもこっちはね、まあ、降水確率 10% とか 20% とかするくらいですけど、関東の方がまあかなり天気が荒れ模様だってニュースでやってました。わ、自転車が、学生が、いや、ロードバイク増えましたね、本当にね。10年前とかだと全然いなかったのに、高校生がロードバイク乗ってる人多いですよね。あとクロスバイクとか、あのスポーティーなタイプ、スピードが出る自転車に乗ってる男子高校生が非常に増えましたね。うわ、風結構強い、気をつけないと危ないですね。いや、今日ね、風の予報そんな強いっていう予報じゃなかったはずなんですけど、かなり強いですね。煽られるくらい強い。最近ね、ちょっとまあ遠くに行くことが多くて、近場であんまり走ってなかったですけど、やっぱりね、近場で行ってないところも結構多いもんなんですよ。今回行くその2つの公園も、1つなんてね、橋上岳の登山口にあるんですよ。ただ僕それ知らなくて、あ、ここを右に曲がれば公園あるんだって僕知らなかったんですよ。それ地図で確認して、あ、こっちなんだって。だからそういう発見とかもあるんで、近場でもね、行ったことないところ結構あると思うんですよ。だからやっぱり全然楽しいと思いますよ、そんな遠出ばっかりしなくてもね。あと今日も、まあ、なんかカップラーメンかカレーとか作ろうかなと思ったんですけど、まあ、やっぱりね、それもね、毎回やらなくても、それを毎回やろうとするとまたそれはそれでハードルが上がって、バイクに乗らなくなったりする原因になる、んで、まあそれはよっぽどやりたい時とかね、通常であれば、まあ、こうやってドライブがてら探索とかね、そういうのをメインで、まあ、別に普段からそんな無理してカップラーメンとか食わなくてもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。結局やっぱり簡単に、とにかくスタートを簡単に切れるっていうのが続けるコツなんで、ただでさえね、この YouTube やってるとそれだけ動画編集とか大変ですから、とにかくこのスタート切るのは身軽にできるようにした方が僕は続けられると思いますね。だからもともとね、バイクに乗るのが楽しくてやってるはずなんだから、それが楽しくなくなったら本末転倒ですから、ね、やっぱりまあとにかく負担は軽減して、乗るのを楽しみながら、まあ、YouTube もコツコツやっていくっていうのが、まあ、僕の考え方です。でね、今ね、現在8時11分、まあ、この時はちょっと早いんで8時9分か8分くらいだと思うんですけど、鹿児島ちょっと今行ってみますけど、開門が8時半だと思うんだよな。なんでとりあえず上にまでは上がれないかもしれないですけど、まあ、要するに、ほらほら子供、いや、でっか、ヒナがかなりでかくなってますね。いつもの場所にこうやって止めさせてもらって、あれ入れっか、入れないよね。このね、階段のとことか入れれば、あれ入れっかな、階段まで行けるか、はい、入れないね。これ見えるかな、この今正面にウミネコの羽の色が違う、茶色でいいのかな、あの色は一色だけど、あれがヒナなんですよ。もうかなりでかいですね。今今日の7月2日かな、こんなでかくなってんだな。この正面にも見えるかな、ヒナいますね。ヒナってもう結構でかいですね。まあ7月だとこんな感じですね。じゃあちょっと空いてないんで、まあこんなとこにして、じゃあキャンプ場行ってみます。今ね、海岸線に出てきましたけど、海岸沿いの道、結構霧がすごいですね。これすごくない、これ霧が、
これ山瀬かな、山瀬っていうのもあるんですよ。夏に霧のこと言ったかな、なんか寒いとこういう霧が出るんですけど、夏場にね。でそれのせいでこの地方っていうのは米がねあまり昔取れなかったんですよ。だからそういう基金とかいろいろあって、その原因になったのがこの山瀬ってやつなんですけど、多分ちょっとね僕記憶が曖昧ですけど、多分これ山瀬だと思いますね。まあこういう時は基本的にはライトは点灯して走った方がいいと思います。まあバイクはもともとね勝手にライト常に点灯してるんでいいんですけど、もう今日7月ですけどね、肌寒いですねそれで今海沿いの道走ってますけど、目標とする公園2つっていうのが、まあ、キャンプもできる公園2つっていうのが、まあ、どちらも橋上岳の、まあ、橋上岳に隣接してるっていうかね、すぐ近くなんで、で僕ちょっと考えたんですけど、まあせっかくだから橋上岳登ろうかなと思って、で一箇所登山口にあるんで、でそこ行ったら橋上岳登って降りたらすぐ近くにまたもう一つ田代公園があるんで、まあ、そういう感じで行ってみたいと思ってます。今ねあの歩行者の方いましたけど、ここら辺はすごい気持ちがいいんで自転車も多いですし歩いてる人も多いんですよ。だからあんまりスピードを出さない方がいいと思います。もう歩行者引いたらとんでもないことになりますから、ちょっと白浜を見ていくか。ここ左折すると白浜海岸っていう海岸です。まあちょっと通るだけですけどね、わざわざ降りたりはしませんけど。この左側見えますかね、車止まってるけど、あそこからパラシュートに風車がついて、風車っていうかエンジンがついてる風車が後ろについてて、それが動力になって飛んでるやつ、あれなんていうのか僕知らないですけど、あれの発着場所があそこなんですよ、白浜海岸なんですよ。で結構ここら辺空をパラシュートに風車がついたようなやつで飛んでるの結構見るんで楽しそうですけどね。ただまあ多分結構金額的にかかるんじゃないかなって思いますけどね、お高い趣味なんじゃないでしょうかね、ああいうの。ちょっとね風も強いしすごいですね、霧もすごくて、こんなコンディションだと思わなかったですね。これ山がどうなってるかですね問題は。まあ海岸線は分かりましたけど状況は、問題は山ですね。でこの先の線路を越えると種差海岸で、ここ左側がキャンプ場になってるんで、まあ、僕が一番最初にキャンプしたのがこの種差海岸のキャンプ場です。この前動画の編集してる時に、まあ、外の公園でiPad 使って動画編集してたんですよ。でその時に、まあ、僕がその公園ね机と椅子があるところで、まあ、4人とか6人掛けができる机と椅子が何個もあるんですよ。でその1箇所を僕が使ってて、そしたら保育園だと思うんですけど、保育園か幼稚園かのその子供たちと先生方、先生何人かでしょ、4人くらいかな、で子供が12、13人のグループで、僕の隣に水筒とか置き始めて、まあ、場所取って、まあ、遊び始めたんですよ。他に空いてんのに、空いてめちゃくちゃ空いてるんですよ、空いてんのにわざわざ僕の隣に来て、まあ、場所取りしてやり始めて、いや別にそれは僕はいいんですけど、僕は全然構わないんですよ。子供が多少うるさくても僕別に子供好きなん でしかもやってるのが動画の編集とかだったらそこまで集中力使わないから別にうるさくてもいいんですけど、ただ今度自分がもう今このご時世ですから、例えばこの僕がね子供をちょっとジロジロ見たりとかしてるとね、なんかそれはそれでちょっと問題になるんじゃないかなとかって思っちゃったりするんですよ、したんですよ実際。これどうしようと思って、こっちは別に迷惑でも何でもないんだけど、なんかね、まあ、見たりするのもまずいのかなとか思ったりとか、あと一人の子供が僕に話しかけてきたんですよ。でタッチって言って、なんかその僕タッチを手と手を合わせるタッチみたいなのを求めてて、でそれも僕がこれ返していいのかなって悩んだりとかして、でちょっといや返していいのか分かんないからにこやかに微笑みかけてたら、まあ先生がいらっしゃって、
ダメですよ、知らない人に話しかけちゃって言ってて、まあまあそれはそれ当然その通りなんですけど、知らない人に話しかけるべきではないですからね、危ないから子供は特に。まあでもあれはねちょっと答えが分かんなかったですね、正直どう対応すればいいかなんです。なんか相手が後から来たけど、だからといってこっちが移動するのもなんかちょっと違うんじゃないかなと。なんつうの、例えばあの時に陣取って、で僕がそれに対してすぐ隣とか隣の隣に移動するとなんか嫌みったらしくないですか。だかそれもちょっとそういうのもやりたくないなと思って、だからちょっと答えが分かんなかったんですよそれ。だからまあ僕がやったのは結局その場に留まって、まあ作業が終わるまでいて、まあ作業が終わったら速やかに撤収したんですけど、あれちょっと答えが分かんなかったですね。いやちょっと降水確率 10% とかなんだけど怪しいですね、雲行きがね、なんか大丈夫なのかなって感じですね。この道まっすぐ行くとね、まあ端上だけど頂上行くんですけど、まあ、ちょっと今日ターゲットにしてる公園がちょっとこっちじゃないんで、ちょっと脇道から行きます。はい、山手前公園ですね。ちょっと寄ってくか。でここも、まあ、橋上町のホームページで確認するとキャンプできるみたいですね。はい、すいません、今ね電池切れちゃって山手前公園着きましたけど、まあ人は一人もいませんね。いつも通り。それで今ね、人がここを散歩してるおじいちゃんが犬連れて歩いてたんで、ちょっと挨拶したらちょっと話す機会があっていろいろ話聞いたんですけど、ここはね、あの熊出ますかって聞いたんですよ。そしたら、まあ熊通るよって言ってましたね。通るだけだって言ってましたけど、熊とあとイノシシとあと鹿、もうここら辺も出るって言ってました。だから、まあ、そのおじいさんは用心のために甲斐犬、甲斐の犬、甲斐犬っていう犬をね、結構凶暴な犬だって言ってましたけど連れて歩いていらっしゃいましたけど、なんでここは人はいないんですけど、その熊とかだからキャンプする時もキャンプしていいと思うんですよ。ホームページで確認したら、これから行く公園も全部そうなんですけど、5月末で要はそのウイルスのあれで今までキャンプとか禁止してたんですけど、6月からは解禁しますみたいなこと書いてたんで、解禁しますってことは別にそれやっていいってことでしょうから、もちろんマナーとかルールは守っての上ですけどね。だからキャンパしていいと思うんですけど、ただするにしてもそのここら辺はやっぱり橋上岳付近はクマに注意した方がいいと思います。まあ、出るって言ってたんで。はい、じゃあね次向かいます。はい、じゃあね今橋上岳の登山口に向かってます。でその鳥矢部公園かな、鳥矢部公園かちょっと読み方よくわかんないですけど、その公園はまあ、その登山口、そば屋とかがある、まあ、一般的な登山口のところにあるそうなんで、あのね、僕はその登山口何回も行ったことありましたけど、その公園行ったことなかったですね。だからその公園ちょっと行ってみます。で今その途中ですね。もうすぐです、間もなく到着です。でねやっぱりね、海からこうやって山の方に来ると、あの山瀬霧はもう完全に晴れましたね。やっぱりだからその自然現象というか特有の海特有の現象ですよね、あれね。まあ、時刻は9時ですね。ちょうどさっき言った株島神社とかはもうオープンしてると思います。ただね、ヒナがねあれだけ育ってるってもうびっくりしましたね。すごいよね、虫とか餌ねせっせと集めて食わせてね、あんな1ヶ月かそこらであんな大きくなるんだからびっくりだよな。すごいですよね。まあ、橋上岳登るの僕も久々なんで楽しみです。はい、じゃあここ左で、まあ、橋上岳登山口なんですけど、まあ、左折しますね。で左折してすぐということなんで、富谷部農村、そうそう、これ富谷部農村公園ですね。あー、すげえハイカーが、あー、ここか、ここなんだな。何があるんだろうなって不思議だったんですけどね。あー、すげえ山登る人が準備してる。やっぱ午前中から登んなきゃ。うわー綺麗、ここもしかして、え、ここなのかな。え、すごい芝生が、え、ちょっと待って、うん、
ここはね、富山町農村公園だそうですよ。すごい綺麗ですね。ここでキャンプしていいんだったらすごいいい環境だと思うな。すごいね、平らな場所見つけてテント張ればすごい、この下とかね、例えばいいと思います。ちょっとね、進んでみますね。多分公園がだからここまでなんでしょうね、おそらく。あー、なんか民家かなんかかな。民家ですね。あー、そっか、ちょっとなんかありそうだけどやめときます。ここまでにして、じゃあね、とりあえず頂上を目指して、で降りてから右折すれば多分行けるはずなんで、まあちょっと僕の頭の中に地図確か入ってればですけどね。まあこの登山の道は別に一本道なんで。いやすごいですね、こんなにたくさんハイカーの人がいるの初めて見ました。で僕もね、前途中まで登りましたけど、この左側に登山口の入り口、ここねあるんで、ここから多分皆さん登っていくんじゃないかなと思います。結構きつかったですけどね、僕が冬行った時はあまりにもきつくて途中でギブアップしましたけど、昔は登れたんだけどな。さあ、じゃあ久々のね、はしかみだけ登山って言ってもバイクで登るだけですけど、まあ、楽しいですよ。でも涼しいし、これはこれで、このチャンネルの動画の一番最初の動画もこの橋上岳の登るとこを撮ってる動画ですね全然分かんなくて、で編集とかもよく分かんないから、まあ一応ちょっと調べながら多少やりましたけど、まあ、大体あの GoPro についてる自動編集っていうのがあるんですよ。オートでやってくれるっていうのがあるんですよ。AI が多分判定してるんでしょうね、適当な、まあ、見せ場っていうか、そういうのを選んでつなぎ合わせてくれるっていうのがあるんですよ。で僕最初全然分かんないから、まあ、ちょテロップちょっと入れたくらいで、あとはその自動編集に頼ってとりあえず1本 YouTube に動画上げてみようって思ってやったのが一番最初です、ね、それで、まあ、音楽だけで、音楽も GoPro の音楽使って、で結局ね、こうやって声も何も入ってないからまあ、特に面白みはない動画になってしまいましたけど、まあ、でもやっぱり最初の一歩って何でも大事だからね、そうやって一歩踏み込んだことによって、まあ、今はこうやってね、今も70何本動画たまりましたけどね、まあ、それもやっぱり最初の一歩があったからなんでね、やっぱりどんな形でもね、最初からうまくできるわけないんで、だから僕なんかはだからそうやってやりましたけどね。要は形にさえ、とりあえず1本アップするって形にさえなればいい。あとは最初から自分が思うようにできるわけないから、あ、じゃあその動画でね、 AI が勝手に割り振ってくれるんだったら、とりあえず最初の1本それでやってみようかみたいな感じでね、っていう風に僕はやりましたけど、最初から凝ってねやろうとすると絶対ダメですね。嫌になっちゃうと思う。1本目は私もその僕が今言ったようなやり方でもいろいろ調べながらやって10時間以上かかってるんですよ、一番最初だから。右も左も分かんないから、でそれ考えるとね、最初から凝ったの作ろうなんてしたら、最初の1本は良くてももうね、2本3本作ったら絶対続かないと思いますよ、まあ、だから本当に YouTube、 これから元ブログとか何でも YouTube 動画チャンネル作ってやろうって考えてる方は、とにかく最初は簡単にするにはどうすればいいか、簡単にするにはどうすればいいかって考えてやった方がいいと思います。あ、もう来ましたね、これ中継ポイントですね。ここがまあ、ここまで僕は冬に登ってきて、ここで引き返してこの今来た道路を歩いて帰ったって感じです。おっと、歩いてる人いますね。さっきの富山町農村公園も見た感じすごい綺麗でいいと思いますね。芝も綺麗に刈られてたし、子供とかね、なんか普通に遊ばせておいてもいいんじゃないのかな。種差し海岸とか多いけど、あの富山町農村公園もしかしたら穴場かもしれないですね。種差し海岸よりは絶対混まないはずですから。あー、なんか頂上付近霧がガスかかってますね。いや、ガスがすげえ。ここの分かれ道はとりあえず右折ですね。いや、ガスがすごいな。ここはとりあえずね、ちょっと気をつけながら。
で、あの対向車はくれぐれも注意してください。結構スピード出してくる場合ありますんで、向こうの方が下り坂ですから。うわー、なんか霧がすごいですね。思ったよりすごい。キャンプ場もうすぐ右側にありますけどね、これだと多分人いないだろうな、平日だし。ちょっとキャンプ場行ってみましょうか。誰もいないでしょ多分。ああ、誰もいないですねやっぱりね。こんなにガスがかかってるってなかなかないっていうか、はしかみだけでは初めてかもしれないですね。はい、じゃあキャンプ場は人いないんで、で、まあ、頂上に今回行かずにこっちから抜けていきます。で、これを降り切って右折して、その次に右折してまっすぐ行くと、なんか田代公園に着くような感じなんで、とりあえずそういう感じで目指してみます。で、まあ、迷ったらすぐマップ見て確認って感じでやっていきます。いや寒い、寒いですね。このガス急に寒くなりましたね。まあ、だから僕は登山はやりませんけど、山でね、やっぱりこういう風に急激に温度下がったりするんだなって思うとね、本当舐めない方がいいと思いますね。これ今相当寒いですから、やっぱり防寒具とか登山するときはやっぱり必要なんだなって思いますね。あ、高尾山とかあの程度の山だと別にいいでしょうけど、まあ、ある程度ね、ある程度の山であれば舐めずに装備を整えるっていうのが大事だと思いますね。まあ、ここもね、本当ゆっくりゆっくり行きます。安全に、安全第一ですから。で、特にコンディションがこうやって霧とかね、悪いコンディションが重なってるんで、もう特に安全に行きます。いや、車1台もすれ違わないからね、まあ、だからといって油断は禁物ですけどね。いやでも気持ちいいですね。なんか空気が新鮮で、やっぱ山はいいですね。キャンプをすると、まあ、虫が出てきたりとかいろいろね問題があったりとかしますけど、バイクで走り抜ける分にはね、虫の問題もないんで、まあヘルメットに突っ込んでくるって問題はあるかもしれないですけど、基本的にはないじゃないですか。だからまあ山のいいところだけをね、いいとこ取りできるみたいなとこあるんで、まあやっぱりいいですよね。工事してんだな。あ、これ林道入り口じゃん。あ、林道のとこ工事してんだ。ここは僕が前行った林道ですね。まあ崖崩れとかしてましたからね、まあ、そういうのを工事するのかな。危ないもんね、あれ放置してたら。というわけでどっちみちあの道は通れなかったってことですね。まあ結構ね山深いんで、ここら辺も、まあ、林道ではないですけど、下はちゃんとアスファルトですけど、まあ、林道っぽい感じで楽しめますけどね。僕とかだったら楽しいですけどね。ガスも晴れて日差しもあるんで多少暖かくなってきました。まあでもね、やっぱりね、このホームの山と、やっぱり行ったことがない山と全然緊張感が違うから、やっぱいいっすよね、こういうホームの山があるっていうのは。地元の山でやれるっていうのはすごい、走れるのはいいっすね。いやでもだいぶ運転も上手くなりました。まあまだまだですけど、昔に比べればだいぶ上手くなったと思いますね。この下り坂とか2足使って降りてたような気がしますもんね。今は3足で降りてますけど、二足で降りてますよね。それに比べればだいぶ進歩したと言えるんじゃないでしょうか。いや朝飯食ってないから腹減りましたね。でしかも持ってきてないと、その調理器具とかをね。いやお腹すいた。水だけですね持ってきた。あ、そっか、豚汁くらい持ってくればよかったな。まあいいや。結構長いですね。こんな長かったかな。でもなかなか走りがいがある、走りごと。あのね、上りの道はね、もう整備されすぎててね、まあそんなに楽しくないっていうかね。いやでも楽しいんだけど、オフロードとかそういうバイクだったらやっぱりこっちの方が楽しいと思いますね、細い道で。
何があるんだろうね、ここ柵で封じ込められて封じられてるけど、さっきのね山の手前公園で熊出るっつんだったらまあこことかも余裕で出るでしょうね。でね今日もねピストル忘れたんですよ。失敗したな。ピストルね入れとこ、忘れちゃまずいから。うわすごい、いや結構長いな、まだかな。いや楽しいけど、楽しいけど長いですね。あ出たかな、すげえ山の中ですね。出てないね、これ。いや山の中、ど真ん中ですね。本当に山の中ですね。あれでもね、僕ねこの道一回通ったことあるはずなんだけどな。あ、これ水利、水門とかあんの。合ってるよね道。思ったより全然距離がある。いや気持ちいいけどね、時間帯的にもねやっぱり午前中でいい時間帯だから気持ちはいいんですけど。いやいいっすね、車も全然来ないし、天気はいいし。あれこんな道だったか、ちょっと記憶がなんか登ってるんだけど、しかあれ下って終わりじゃなかったかな。これちょっと待って、これまさかまたこれ山頂に向かってるとかじゃないよね、これなんかそんな気がしてきたぞ。どこで迷った、まっすぐにしか来てないのにな。こんな距離走るの、こんな距離走るんだったらもうなんか岩手県に抜けそうな勢いなんだけど。まあ下がねアスファルトだからねそんなに不安感はないけど、この道だったかな、こんな長かった記憶はないんですよ僕の中では。楽しいけど大丈夫かなっていう不安はありますね。これは何のマークだ、これ、これが今から登山道っていう意味なんじゃないのかな、だから抜けたんじゃないの。あ、民家見えてきましたね、長かったな。じゃあね抜けたら右折して次に最初に右に曲がれるとこ右折で行けるはずなんですよ。で行けなかったら地図見直します。ここら辺全然わかんないからね。この左に曲がるところがあるのは分かってたんで、次多分ね右折する場所あると思うんですよどっかに。これは違うだろさすがに。あそこ行けるんだったら行きたいな、行くか。ここ右折する、あと車がここで多分いいと思うんだよね。僕の記憶だとこの道をまっすぐ行くと田代、田代なんかせせらぎ公園っていうのかな、行けると思うんだけどな。あれちょっと待って、これ戻ったんじゃないの、さっきの道に戻ったでしょこれ。じゃあここ行ってみるか。これはね、これ違うわ、これはねこれ覚えてる、これ多分ねあれだ、林道だ、端紙だけど林道だこれ。じゃあここを、まあいいや、もうこっちにも道あるんだ、ちょっとわかんねえな。ちょっと一回ねマップで見ましょう。あーそっか、戻るか。じゃあ OK、 わかった。はい、じゃあわかりましたんで、この道今ちょっと引き返してますけど、まああっちからでも行けるんだけどね。で斜めに入る道をこっちの方向からだと左斜めに入るっていう、でそこに入ればあとはまっすぐですね、ここですね、ここを左に入るでいいはずなんだけどな。で左に入るとすぐ多分左旋回っていうか、あれ山じゃねえのこれ、大丈夫かな。あ、方角的には大丈夫そうだけど、あいいね、いいとこなんじゃないですか。
今ね、さくらんぼの季節だからね、あの長尾とか行くとさくらんぼ売ってるんですよ、すごい。で、食べ放題で取れたりもするんですけどね。僕も行きたいけどな、一人で行ってもなっていうのがね、あるんですどこ？ここ？どっち？まあちょっと道なりに行こう。いや気持ちいいですね、こういう道は。もう大好きですね、僕は。天気もいいし。あー、危ねえな。これちょっと左側、うっかり側溝に落ちないようにした方がいいですね。危ない。多分ね、感覚的には合ってそうな気がするんですけどね、この道で。あ、ここじゃないの？ここだと思うな。はい、じゃあね、多分ここで合ってると思います。見えますかね。まあ僕は初めて来ましたけど、いいとこなんじゃないの。水も使えるし。あれ、なんこれ、あれじゃないの、水力で薄じゃねえや、なんかそば作ったりするんじゃないのこれ。あー、焚き火やった後ありますね。小川があるけど魚はね、一応見たところでは確認できませんね。まあ見えますからね、これだけ綺麗だったら。今日は平日なんでね、人いませんけど。テントってこの中央でやるんですかね。多分そうだよね。でもね、草とか買ってあって、ここもまあ無料でキャンプできるんだったら全然ありじゃないかなって思いますけどね。特に今午前中だからすごい気持ちがいいです、まあ、歩いてる分にはね、虫も全然寄ってこないんで。ああ、すごい、滝みたいになってる。あ、ここがキャンプ場なんだ。ここはね、ここがキャンプ場かと思ったら、ここはね、ゲートボール専用場所でキャンプや車両の乗り入れはできませんって書いてますね。はい、じゃあね、こういう感じで多分ここら辺でキャンプするんでしょうけど、まあ富谷部農村公園と田代せせらぎ公園で、まあどっちもね無料で使えますんで、ね、今度キャンプしてみたいと思います。はい、じゃあね、今日はこれで僕も帰りますんで。はい、じゃあ本日はね、最後までどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。